皆さんこんにちは、ルーペマーチャンダイザーの富田です。デザイナーの木村です。ルーペアイテムのこだわり解説編というところで、今日のアイテムはこちらのご紹介になります。イージートラウザーズの、ニノムバイオ TC ツイルになります。でこちらのアイテムを、デザイナーの木村君の方からご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。こちらの、素材なんですけども、まず TC コットンとポリエステルの混合の素材になります。で通常の、このコットンポリエステルというのは、ワークパンツであったりですとかミリタリーの、ウェアのスペックなどで使われる非常にこうタフで強度のある素材になるんですけども、で今回このイージートラウザースを作るときにこのタフで強度な、コットンポリエステル、そのまま、私もこの素材自体は好きなので、コットンポリエステルの特徴自体は残したかったんですけども、ワイドなイージートラウザースを作るときに、少しこの張り感ですとか、持ち感の硬さというのは、軽減したいなというところがありまして、ニドムバイオという加工を入れることによって、この張り感ですとか、生地の硬さというのを軽減するというのを入れています。まずこのニドムバイオなんですけども、緑中でこの生地自体を少しこうリラックスさせた状態で薬品に漬け込み、洗いをかける、少しこう揉んで叩くような形の洗いをかけることによって、もともと出上がった生地の状態から少しこう腰をなくして、パンツを履き込んだ、生地を履き込んだような柔らかさを持たす特徴を持っています。非常に手持ち感がしっかりしている。TC のパンツってすごく軽くてペラペラしたイメージだったんですけど、こちらのパンツに関しては非常にしっかりします。もう数年、一年中履けちゃうんじゃないかなぐらいのイメージ、非常に個人的にも大好きです。でこの生地を少し柔らかくする加工っていうのは製品自体でも入れることはできるんですけども、製品で入れてしまうと全体的にこう脇の部分に当たりが出たりですとか、ヴィンテージっぽい当たり感が出るので、あえてこのスラックスっぽい、作りのイージーパンツに対してあまりこう当たり感ですとか古い感というのは出したくなかったので、あえてこの加工を生地の段階でということで柔らかくはなっているんですけど、あまりこう古めかしさが出ない素材感にしております。こちらの方はあえてありますね、センタークリスなしで。そうですね、どちらかというと丸いシルエットカジュアルというか、そうですね、もう一つの方の、キャバリーツイルに関しては、縦目にシャープに見えて横に見た時にシルエットがワイドに見えるんですけど、こちらのコットンポリエステルの方は同じパターンを採用しているんですけども、全体的に縦から見た時にも少し横に膨らむようなシルエットですとか、横から見た時には、ヒップにかけて少しドレープ性がかなり強めに出るようなというところで、パターンを同じものを使いながら素材の特徴を生かしながら全く違う、パンツの見え方をするようなんですね。なんかもう一方の方はどちらかというとちょっとドレスパンツのイメージが強かったんですけど、こちらはそのシルエットだったり見た目は非常にカジュアル感が強いパンツなんですけど、やっぱり縫製がものすごくいいので、きれいめな作りのカジュアルパンツ、またもう一方の方とは違 うテイストで履けると。なのでこちらのパンツに関してはトップスに合わせるものカジュアルに持ってくるのが少しドレスっぽいものに持ってくるのかで、かなりパンツの表情も変わってコーディネートがかなり幅広く楽しめるパンツになっているのではないかと思います。ちょっとルーズなサイズ選んで丈なんかも少し長めで履いてもらってもかっこいいですね。そうですね。でカラーがグレージとあとは後ろにかけてブラックと、先日行った、キックオフの内覧会とか非常に関係者に好評だったパンツになります。それではこの後実際にこちらのパンツを、スタッフの方に着用してもらいます。では、実際にスタッフにこちらのパンツ着用していただいております。履いていただいた感じどうでしょう。そうですね、コットンポリエステルの素材なのでもうちょっとガシガシした感じがあるのかなと思ってたんですけど、実際履いていてすごく柔らかくて、そうですね、長年履き込んだパンツのような、なんか柔らかさとろみみたいなのがあるので、す
すごく履き心地がいいです。もう一軸のパンツと違って、そのウエストラインが入らないことによって、正面から見ると、こう膨らみがあるんですけれども、先ほどのもう一つの素材の方は、横から見たときに、割と横に広がるような形なんですけど、こちらのコットンポリエステルに対しては、素材自体にドレープ性があるので、あまり横に向いたときには張りが出ずに、少しドレープ感がナチュラル、体に沿うようなシルエットというところで、同じパターン使ってるんですけど、全く2つが違う形で。同じデザインなんですけど、見え方がもう全然違うんです。かなりこう風の色が強くなるんですけど、それほど裾が、膝から裾が少しテーパードがかかっている非常にこう上品な、太すぎない、腰の上はゆったりして、膝から下が割とすっきりしてしまう、それというところで非常にかっこいい感じに仕上がって、もうちょっと一周ぐるっと。結構ヒップラーでちょっとルーズな感じだったりとか、非常にこうカジュアル感がいいかなと思います。で今回こちら履いていただいているのが、ウエージュの35ですね、というサイズになりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では、続きましては女性スタッフにも着用してもらいました。実際着用してみてどうですか？フリースラインがないので、個人的にはちょっとそれでワイドな結構ルーズな感じになってしまって、こうダボついちゃうのかなと思ったんですけど、履いてみたらすっきりしすぎてないけど、タイトすぎないけど、この裾の部分とかがなんか締まるところは綺麗にスリムになってしまっているので、すごくこのバランスが可愛くて、なんか何にでも合いそうだなと思いました。あと特にやっぱり黒のパンツって結構世の中にあると、これはあここがこうであってほしかったみたいなバランスがちょうどうまくこう組み合わさっているので、長く履けそうだなと思いました。履いた感じのその肌触りが正直こうちょっとメンズっぽい素材じゃないですか、はい、履いた感じどうでしょうか？履いた感じはでもスラックスとかも結構薄手のやつ安心感がないやつとかもたまにあるんですけど、これはそのパリッとしすぎず柔らかすぎず薄すぎずみたいな、でも分厚すぎないっていう、ちょうど私の中でも絶妙なバランスで、すごく履き心地もいいなと思いました。本当こういうドレープ感で強調されるパンツって、まあ同時に素材が薄かったりですとか、まあ、防線タッチが強かったりっていうものが多いんですけど、まあ、メンズライクな体感を残しながらドレープを入れることによって、女性が履いてもらってもあまりこう違和感なくというか、メンズのパンツを履いている雰囲気ではちょっと思っているので、履きこなせるかなという感じがするので、面白かったですし、ということで、イージートラウザスのドミバイオ TC2 のこだわり解説は以上となります。